おはようございます。グッドタイムライダーです。本日は9月の18日の金曜日のもう夜9時近いのかな、撮りたてほやほやの動画を、お知らせ動画ということで今撮っております。なんとですね、パソコンが昨日ですね行ってしまいまして、もううんともすんとも電源ですね入れてももううんともすんとも言わないんですよこれ。まだ買って1年ですよ。なのでこの後ちょっと修理に出さなきゃいけないので、まあもろもろ編集ともろもろどうしようかなっていったそんな状態なんですけども、なのでこうやって今携帯でスマホで撮って一発撮りで、まあちょっと編集するかもしれませんがやろうかなと思っております。お知らせなんですけども、明日9月の19日朝7時40分の函館発フェリーに乗って東北キャンプツーリングを明日から行います。東北6県、青森、岩手、宮城、福島どこだっけ、まあ6県、あと山形とか秋田とか、はいですね、行ってないとこあったらすいません。そちらを明日から約1週間から10日ぐらいかけて、まだ決まってないんですけれども、何日間行くかっていうのは決まってないんですけれども、そちらに行ってきます。前回7月の13日から8月7日まで北海道キャンプ生活ツーリング26日間、そちらのちょっと反省点を踏まえてですね、まあその北海道のツーリング動画はいきなりやりすぎたというか、何も本当に無計画にやりまして、どこにもどこも行く場所とか何も決めずに行ったんですよね。もう時間かかっちゃってって言った、キャンプ場を決めるにしろ、どっか観光スポット寄るにしろ、その時間がものすごくかかっちゃった、探す時間がというのと、あとその時も毎日ライブ配信、夕方6時から26日間毎日ライブ配信と、あと毎日更新、ダイジェスト更新っていうのを毎日2本の動画を上げてたんですよね。それがもう時間かかっちゃってというか、動画の編集で5、6時間とかかかる時がありまして、それと次の行き先を決めるので、もう時間に追われてというのが前回ものすごい反省点だったので、今回のツーリング一応毎日のライブ配信、こちらはやらせていただきます。前回の北海道キャンプは夕方の6時が基本としてやってたんですけれども、まだ明るかったんでキャンプ場の案内ができたんですよね。で今回ちょっともう5時6時も暗くなってると思うので、その時間帯はちょっと避けて、もう暗い時間帯、皆様がご視聴いただけるような暗い時間帯、夜の21時目安で毎日ライブ配信はやっていきたいと思います。それで一応ですね、僕実家が栃木なんですよね。なのでその南下、青森県から南下していくんですけれども、そこで一旦栃木で2日間ぐらい休息というか滞在しまして、そこはライブ配信とかキャンプは一応今のところする予定はないので、そこで折り返し地点ということで、そこからまた北上して青森大間港からまた函館に戻ってくるといった、そういったプランでございますので、一応毎日配信なんですけども、途中2日間か3日間ぐらいは間空きます。そんな感じでやっていきたいと思いますので、ぜひともライブ配信ですね、夜の9時から一応予定なので変更したりとかあるかもしれないので、その時はお知らせ、ツイッターの方でお知らせしたりとか、YouTube のコミュニティの方でお知らせしたりとかしてやっていきたいと思っております。あとですね、ダイジェスト配信、こちらもやっていきたいと思うんですけども、前回、こちらまた反省点、このダイジェスト動画が、前回がっつり、割と見どころがっつり編集しちゃったのもあったんですよね、ダイジェストと言いつつ。なので、そちら、もう本当にもうギュッギュッギュッと、2分3分ぐらいで、本当スマホだけで撮ったやつを今この辺りにいますみたいな感じで簡単なダイジェストですね、そちらも毎日更新しようかなと思っています。ただそちらは YouTube の僕のチャンネルのメンバーシップの方の特典動画として、そちらはできる限り毎日アップしていこうかなとは思っておりますので、ぜひとも気になる方、何卒メンバーシップご登録いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで明日もうまだキャンプ道具用意してないんですよ。ちょっとこれからキャンプ道具何持っていくかとか決めて、
準備して明日の朝7時40分のフェリーですので、あ、そうそうそう、あのフェリーなんですけど予約今日したんですよ本来当初は函館港から大間のフェリーに乗ろうと思ったら予約がもういっぱいになっちゃってて、予定変更して大間からじゃない、函館から青森港の方の便、そっちの方ちょっとあの長いんですけどね、距離が長いし料金もちょっと高くなっちゃうんですけども、ちょっとこちらまたちょっと僕の無計画さというかそちらがあだになってしまいまして、予約ギリギリにしたらもう埋まってたといった感じで、慌てて今日電話したらまだ空いてたっていう。青森港の便は到着何時間ぐらいかかるの、3時間ぐらいかかるのかな、3、4時間、お昼前あたりには着くのかな、どうなんでしょうかね。そんな感じで行きたいと思います。なので、これから1週間から10日ぐらいかけて皆様どうぞ、グッドタイムライダーチャンネルを注目ご視聴よろしくお願いします。それでは今日も明日も良い一日を。バイク乗りの方、キャンパーの皆様、楽しいバイクライフ、キャンプライフをお送りください。グッドタイムライダーでした。さよなら。